本日私は下根ヶ丘会館にやってきております、井出区長にいろいろとお話をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、わかりました。それではどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、こちら入ってすぐにあるのは掲示板がいっぱいあるのかな。そうですね、掲示板、これはたまり場の掲示板ですね。いろんな活動、サークルの活動とかも写真も一緒になって紹介されてるんですね。はい、あ、すごいわかりやすい、ね、で、ここに名簿があるのは来た方は、これは来た方、もう何かあった時の、うん、ために名前を書いていただいてる、はい、こちらが、主に、大広間というので、はい、前は畳だったんですけども、はい、今こういう、用意して、はい、ね、なんか皆さん、今は救いが結構やられてる。そうですね、はい、いろんなサークルがこちらで、はい、やられてるということですね、はい、でもなんか本当に懐かしい感じの集会所で、そうですねあとはこっちが、まあ、あまり広くないんですけどね、こっちがキッチンで、はい、でこれがね、まあ本当に小さい集会所でございます。井出区長にいろいろとお話を伺いしたいと思いますので、井出区長、本日はよろしくお願いいたします。まずですね、こちらの下根ヶ丘の行政区なんですが、まあ、どんな特徴がある行政区なのかなっていうのを教えていただきたくて、まずは場所でいうとも下根にあって、で人口というか行政区の人数ですか、236世帯で、236世帯、はい、人口的に言うと700人、700人ぐらいいらっしゃると、うん、まあ、人口は世代別にしていくとというか、どのような、高齢化率は 26% 26%、うん、最近は若い人たちも来ていただいて、はいはいはい、今小学生も中学生も結構合わせると30人か、うんうん、まあ、そのくらいはちなみに下根ヶ丘の行政区だと小学校はどちらに？岡田小学校。岡田小学校。中学校は牛久一中。一中。そう、今まで下根一中だったんですけどね。はい、うん、じゃあ学校が変わって牛久一中に進学するようになっているということなんですね。ね、なるほど。じゃあ、まあ、700人ぐらいの方が住んでいるこの下根ヶ丘の行政区、まあ、たくさんのイベントがあるかと思うんですけれども、年間を通してどんなイベントがあるのかっていうのもちょっと教えてください。結構、うん、まあ、周りの行政区見るとね、はい、いろいろその行政区独自の行事いっぱいやってると思うんですけども、はい、以前、うん、出来たての頃は、はい、まあ、いろいろやはり、うん、やっていたんですね、うんうん、やはり高齢化率とともにそういう市の行事が主になって、はいはい、なかなか行政区単独の行事がなかったので、うんうん、そこで、まあ、中学生に聞いたらば、はい、まあ、中学生たちの思い出作りには何がいいのかなって、まあ、お祭りみたいなのがいいだろうって、はい、まあ、あったらいいなということで、まあ、それで、まあ、8月の第3土曜日に、はい、まあ、納涼祭としまして、納涼祭があるんですね。じゃあこれから準備が始まって、うん、そうですね、うんうんうん、であとは単独でやるのや、はい、まあ、よくね、うん、まあ、横文字でビエンナーレ展とありまして、はい、まあ、それは2年に1回ですよと、うんうんうん、それを去年の11月にやって、うんうん、今年は2年じゃないから、はい、今年はその間があって、うん、じゃあ餅つき大会をやろうと、これはたまり場で、ね、はい、主催でその2つをやってるということで、納涼祭とあとお餅つき大会とビエンナーレ、うん、まあ、それはビエンナーレか餅つきか、これ今後何のかどうになるかわからないので、とりあえず去年はビエンナーレっていうのをやったと。なるほどね。うん、なんか中学生からアイディアがあったんですか、その納涼祭やりたいっていうの。まあ、ね、よく中学生がボランティアで年に1回行政区のお手伝いということで来るわけですよね。どんなことされるんですか、ね。まあ、
草むしりをやったりとか、集会所の中の清掃してやったりとか、まあ、その間の、はい、そうですかって帰るんじゃなくて、そこでちょっと話し合いした結果、はっきりとは言わないんだけど、そういう、まあ、提案っていうか、そういう気持ちがありますよというのがね、あったので、その年、あのサロンがあって、サロンでは、まあ、農業祭みたいというようなことをやってたので、じゃあそしたらそういうことだったらば自治会も一緒にやろうということで、2、3年前からやるようになったと。なかなか単独の行事は難しいですね。なるほど。じゃあ今後どんな方にあの集会所を使ってほしいですかっていう質問。まあ、特に、一人暮らしで、家に一人でいる人たちがもっと気軽に出てきてほしいなという、そういうことをすることと、あともう少し、ね、子供たちも使ってほしいね。子供会は、まあ、クリスマスとかそういうのもやるんだろうけども、中学生たちが一切、ね、小学生よりも、じゃ中学生が今はまだ高くなってほしいなと、難しいです、うん、でもなんかやっぱいろんなところに行って話を伺わせると、やっぱりこう子どもたちだったりとか、あとこの親御さん、あと若い方にそう来てほしいなっていうのを結構お伺いするんですよ、どうしたらいいか、みんな仕事があってとかね、こうそうそうクラブがクラブがあって塾に行くんだとかね、だから難しい、子ども会とか、そういうのもね、もう少し抱き込んでやらないといけないんだね。どうしても今言ってるこう話も分かるよね。自治会は自治会、子ども会は子ども会、で青少年育成会、青少年育成会の方になっちゃってるから、別々になっちゃう。なんで別々になるのって私いつもこう子ども会でも青少年でも。市牛久市の青少年育成会が市民会議って何じゃないですか、今のマスコミと言って、育成会ってのは何歳からやるんですかって言ったら、もうね、大体子供育成だから生まれたらね、大体20歳からね、でやるんだったら、なんでその中で別個になってるんですか、子供会と。だけども、子供会とは言ってるけど、岡田小学校、岡田小学校区内の、子供たちの育成会で組織されてるわけ、だからって中学生はあったら中学生はそういう育成会ではどういう名前で持ってるか知らないけど、やっぱりあるんですよね、中学校でそういう子供会みたいなのあるのかな、だからないところもある、だからあの子供会は、亡くなっちゃってるところもあるから、できるだけ子供会はそういうことをね、組織をなくさないようにしてくださいって市の方もお願いが来てるんだけども、子ども会ですよね、何人もいなければね、もう30年先の話してるのに、今から俺たちはもう生きてはいないんだけど、そういう話をしとかないと、皆さんはもう。とにかく若い人が来て使ってくれないと、なんかそう若い人がどんどん出てきてくれるの、多分どこの行政区の方も皆さんそうだと思うんですけど、なってますので、でもなかなかね、まあ他には羨ましい行政区もあるけどね、だけども、その行政区からうちから見ると、我々が30年前にやってたこと、お酒なんです、でもプロだと思う、今はこうだけど、今皆さんやってることは私たちは30年前にやってましたよ、だけども事情があって今こうなっちゃってるんだけど、だけどもこれからもう少し盛り上げてね、いけないねっていうのは事実だよね、だけど今できるところは今ちょうどそういう時期なんだよね、できる時期、だからといって前からやってるかっていうと、我々がやってた頃は本当にしっそりとやってなってたわけだよ、今やってる人たちは鼻高々に言ってるけど、じゃあ昔はどうだったのって聞くと今のお前だと思います、だからできる時期とできない時期にあるから、そんなに悲観することもないんだよ、ああ
いいなと、あの人たちのところは今がちょうどそういう時期なんだなと思う。だけども我々ももう一回そういう時期に戻るように努力はしてないね。ね、大変だぞ。でも、結構牛串っていうのは住みやすい。うん、住みやすいです。そこは本当にそうだ。ちょっといろいろとお話も尽きないですけれども、井出区長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。